おもちゃの国の赤ん坊たちは、グレイン・マクドナー脚本、ビクター・ハーバート作曲によるオペレッタ。マザー・グースに登場する、様々なキャラクターが登場するクリスマスをテーマとした、エクストラバガンザである。1903年1月より、ニューヨークで上演されていた、オズの魔法使いの大成功を受けて、制作者のフレッド・アール・ハムリンと演出担当の、 ジュリアン・ P ・ミッチェルはより多くのファミリー向けミュージカルを制作することを望んだ。マクドナーは同作にはライマン・フランク・ボームによる脚本の改訂で関わっていた。ミッチェルとマクドナーはビクター・ハーバートに対して制作に加わるように説得を行った。おもちゃの国の赤ん坊たちにはハーバートの作品としては特に著名な曲であるトイランド・マーチ・オブ・ザ・トイズ。 Go to Sleep, s l u m b e r Deep, I Can't Do The Sum が用いられている。主題であるトイランドと同作中で最も著名な気楽曲、おもちゃの更新はしばしばクリスマスソング集にも収められることがある。1903年6月、シカゴグランドオペラハウスで開幕し、10月のニューヨーク初演までの間に東海岸の諸都市で193公演が上映された。 その後も数多くの成功した上演や再上演が行われている。本作の人気が出たことにより、以降10年ほどの間に数多くのおとぎ話が上演されることとなった。ありがとうございます。